こんにちは、雪之助工房の雪です。今日は、というか、今日も最近編んだ編みぐるみを紹介していきたいと思います。こちらのファンタジースプリングスのカンカンの中には編みぐるみが入ってます。皆さん、ディズニーの新エリアはもう行きましたか？私は2回行ったのですが、アナ雪のエリアとかすごい映画の中に入ったみたいで、めちゃめちゃ楽しかったのでおすすめです。アトラクションはピーターパンのやつが一番面白かったです。さて、余談が過ぎましたが、ぬいぐるみを紹介していきたいと思います。またこの子たちを編みましたので、1個ずつ紹介していきます。まずはこの子、トラちゃんです。今回はすべて母から頼まれた編みぐるみになってて、たまたまトラと牛ばっかりになってしまったんですけど、色違いで2体ずつ編んでます。かわいいですね。これは編みぐるみが編みたくなる糸を使って編んでます。この子は半信半の人に送るらしく、半信っぽい色の虎を編むように心がけました。かわいい。それからこの子ですね。オレンジの糸で黄色のお腹の子が欲しいと言われてたので、そのような組み合わせで編んでます。ピントがきませんね。はい、こちらも編みぐるみが編みたくなる糸を使って編んだものになります。もうトラは編みすぎて顔のパツとかがプロってきました。ミスが少なくなりましたね。ちょっとティーガっぽい色になりました。トラくんはこの尻尾の中にワイヤーが入っているので、自由に上げられます。続いてがこちら、初牛くんを編みました。牛くんは初めてだったんですけど、どうですかね。可愛く編めたんじゃないかなと思ってます。この子も編みぐるみが編みたくなる糸を使ってます。でしょうか。母から頼まれた牛くんです。なんか自分の干支から何個かずらした干支の動物がラッキーアイテム的なことを言ってたような、違うかもしれないです。めっちゃ可愛い。尻尾もふさっと仕上げました。
牛くんはやっぱり初めてだったので、角をつけるときとか耳をつけるときに結構迷いました。あとこのお花のバッテンのところとか、でも可愛くなったと思います。ちなみに牛くんも立ちます。尻尾がある子は結構立つのが多いですね。で、水色の牛が欲しいということで、ちょっと不安になりながらも編んでみました。編み友さんと編み替えをしてる時にこの子編んでたんですけど、この顔のあたりですね。ちいかわにしか見えない説っていうのがその時話題になってたんですけど、編み終わってみたらちいかわよりちょいドラえもん味がある感じになりました。でも可愛い、意外と可愛いのではと思ってます。意外ととか言ったらかわいそうだ、ピントが合わないですね。立ちましたね。いつものこのシリーズからはこの4体を編みました。同じ糸同じ針で編んでるはずなのにサイズが違っちゃうのはしょうがないですかね。かわいい。はい、こんな感じです。あと同じく母に頼まれてたドラえもんのポーチも編んでみました。ドラえもんって久々に見えましたけど、こんなんだっけって感じです。ちなみに保存するときはこのアロマオイルを一滴くらい垂らしたティッシュを一緒に入れて、こう保存してます。あとはダイソーの OPP 袋に一つずつ入れて送ろうと思ってます。こちらのいつものシリーズと、あと最近ハマってるのが YouTube で動画が上がってるピクミンの編みぐるみを編むのにハマってます。並べると可愛いですね。キキクミンは妹のところに旅立っていきました。可愛くないですか？ピクミンめちゃめちゃ好きなんですよね。先月ピクミンのガチャガチャが出たんですけど、もうどこ行っても見つからなくて、でもめっちゃ欲しくて、じゃあもう編んじゃえということで編み始めました。まだ羽ピクミンとか白ピクミンとか岩ピクミンとかいないので、彼らも編んでいきたいと思ってます。かわいい。やっぱり編みぐるみのこの刺し目を使うとちょっとかわいい感じに仕上がりますね。あのゲームの中のがポケッとした感じがなくなって、光ピクミン超かわいいです。あ、ちなみにこの光ピクミンの目は旦那さんに頼んで普通の黒い刺し目に着色をしてもらいました。趣味がガンプラなので塗料がたくさんあるということで、オリジナルの目にしてもらいました。
多分初めての共同作品になったと思います。もっともっと増やしていきたいなって思ってます。はい、今日紹介したかった編みぐるみは以上になります。谷も編んでる編みぐるみがあったりとか、ちょっと考えていることがあるので、また次の動画でも編みぐるみ系の内容をシェアしたいと思ってます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。編みぐるみ可愛いなって思った方はぜひグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。パターンは全部概要欄に書いてあるので、ぜひチェックしてみてください。では、バイバイ。